はいどうも、妖怪ウォッチプニプニやっていきます。さてさてさて、イベント、うわーやった、気まぐれゲートだー。ワイポイント貯めなくていいわ。なるほど、うんちくまですか、クリスタルうんちくま。いやこれ助かるな、ヤマタンゲットしないとな。ヤマタンゲットしないとな、じゃなくてヤマタンゲットしてない人はね、次のイベントはヤマタンあった方が役に立てますね。そしてそうだな、ブルジョワジー、ブルジョワジーいた方がいいんだよな。いや無限ループってやつがねできるんだけど、スキルが足りないんだよな。ということで最後クリスタルヤマタンは、これあれだな、次は気まぐれゲートで Y ポイント稼がしてもらって、もう3月頭はね絶対シャドウサイドイベントだと思うから、そこでみんなに吐き出させてるかね。いやークリスタルうんちくまでしたか。ということでね、今 Y ポイントが47万100連できるんだけど、まあまあまあ100連やってもいいな、気まぐれゲートなら。前回ね15万 Y ポイントぐらい稼いだかな、かなり気合で頑張ってね。なんでいいね、スキルの秘伝書ちょっと交換して、45万じゃねえじゃん、4万5千じゃない、何言ってんだおいちょっと調子乗ってはいないんだけど、あそっか、これ超経験値玉がもういっぱいなんだ。ということでね、 Y ポイント100連分ギリギリある感じなんだけど、うん、ちょっと次はねブルジョワジー無限ループいつかやってみたいと思ったんだけど、ブルジョワジーが育ってないな。ということでね、クリスタルもう一回見ようかな。ちょっと最後あれだね、クリスタルじゃねえや、ブルジョワジーパス確かゲットしてたんで、それを最後にやろうかな。気まぐれゲートで復刻もなんかね、うんちくの間を発見ってことはね、うんちく間がボスなんだけど、なんとなくね復刻ありそうな感じがするよね。クリスタルはね4体しか持ってないんでね、なんとかね復刻があると嬉しいなって感じだね。最後ねうんちくまだね。はい、でね、無限ループするための、まあ、メンバーとしてはね、リンネがいて、アマテラスいて、そんで、まあ、鉄格とか、もうなんか SSS も増えたよな。あと、このね、覚醒、超覚醒不動とかいるんで、頭数は足りてきたと思うんでね、これ、ブルジョワじいさん、ちょっと強く、スキルがねポカポカの種族効果、これ技レベルとか、フルパワーにしてちょっとね明日に備えたいですね。なんかやる気が出てきましたね。スキルもね上げちゃおうかな。スキル今交換したんで、やった5個ある。ということでスキルと技レベルをね上げて本番に、技レベルマックスにしてね、ちょっと本番迎えたいと思います。ちょっとやる気出てきましたね。はい、そしたらねサバカの方に来て、こうねブルジョワジーパスやっていきましょう。これは絶対無限ループね、メインアカだけじゃなくて
サーバー化もねやっていきたい。さあ不思議で行けばよかった。行きましょう。ちょメンバーこんな感じ、勝てるかな。寿司が好きなんだよなこいつ、 G のくせに生意気だな。さて勝てるかな。ちょっとよく考えたらレベル低いんだよな。まあでもね、気まぐれゲートのイベントとはこの疲れたね、おはじきで疲れた体にいいね。いやもっとさ、でももう3日も5日も前からもっと言えばいいのになと思うんだけど。あ、 G じゃねえや。さあこれで優勝。さあこれでキュン太郎、このズキュキュン、これぐらいじゃ打てない、やべえ、あ、落ちた。お願いします、お願いします。イエス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 。もうこいつゲットするしかないでしょ。さあ金ならいくでも出す、カカカカカ、わしの仲間になってくれ。メリケンレジェンドブルジョージーゲット、いいね。今回のガシャでね、グフフ、なかなかの散財プリじゃった。よければまたわしのロヒに付き合ってほしいの。よし、ということでね、まあ、さっきもメイヤカで見たけど、うん、いや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 、いいね、ブルジョージーゲットしましたね。これでねフィーバーゲージ、技ゲージ上昇率アップ、うん、ということでこいつを使ってね、夢の無限フィーバーか、今度こそねやってみたいですね。はい、うーん、まあね。さあじゃああとはね、皆さんガシャ何連しますかね。今これサバーカなんであれなんですけど、今4万5000ワイポイント、そうですね、まあこうちょっとブルジョージーいれば無課金つか特攻なしでもいけそうな気がするんだけど、うん。でね、ちなみにね、私予想でね、ダークマスター来ると思うんだよね。ダークマスター、ダークにあんの、あれダークマスター来るんじゃないかなと思うんだよね。うん、なんで私今回ダークマスター来ると何回言ってんだよダークマスター来るんじゃないかなってちょっと予想してんだよね。うん、メンテナンスがあって3時半には分かるんだけど、今回ねうちの少年もダークマスター来るって予想してるんだけど、うん、なんかねバンバラヤ妖怪というかラストブッシュ王も出たし、まあ、もしかしたらあっちのゴールデンティーかもしんないけど、なんかねゴールデンティーか、懐かしい画面来たな、ゴールデンティーかダークマスター来る気がすんだよな。うん、いつもねバンバラヤ系のボス来てんだよね。血祭りとかもう来たからね、もうあとダークマスターかゴールデンティーぐらいだと思うんだよね。ラスト武将も出たしね、うん、だからちょっと私ダークマスターかゴールデンティーが特攻で来ると予想しています。はい、じゃあこんな感じですかね。ガシャはねちょっとこれサバカなんであれだけど、ちょっとねもう貯められるの分かってんだね、フルスロットで、ちょっと、
序盤の部ガシャ回したいなと思ってます。まあ爆死するかもね。はい、じゃあ今回はこんなところにします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、大辞典ね、更新したらまたそのね、お話をしたいと思うんでよろしくお願いします。ダークマスターゴールデンティーをが出てくるのを予想しています。うんちくまの他にね。はい、それではまたね、お会いしましょう。さよなら。よろしければチャンネル登録、コメント、またね、いいねなどお願いします。それではさよなら。バイバイ。